はい、解説を始めたいと思います。こちらビフォアの状態なんですけれども、毛先のそぎが入っていてかなりボソボソの状態になっております。で、これはアフターですね。矯正やって毛先にデジタルパーマをかけました。まずですね、一材の方の塗布から入っていくんですけれども、はい、一材の方ですね、まずシステアミンベースの薬で、ちょっと毛髪が太いんで、システアミンの方を中心にですね使った、あとスピエラーも使ってますね、そちらの薬剤で塗っております。このリパレットを使って塗ることで、まんべんなくですね、きっちりとしたはみ出さない位置で塗ることが可能になります。それからこれは全体に、なじましていってるような感じですね。で、毛先の方はダメージがかなり強いんですが、まあ、薬剤は、つけております。毛先の方も結構浸透しづらいんで、薬剤をいっぺんにつけております。で、ロット巻いたのはテスト用ですね。そちらの方でテストしていきます。かなりちょっとね、太い毛髪でかかりづらいかなという感じです。で、こちら、ロットのテストですね。で、水をかけてですね、5秒ぐらい置いてください。で、それでちょっとテストしていきます。たっぷりの水でテストしていきますね。タオルで拭き取らないとダメですね。で、大体ですね、ロットの大きさかける2倍の立地が出ていれば OK です。はい、ロットの2個分ですね。はい、でカールをこのように当ててみて、ロットを2個、はい、当てたより小さな、ウェーブが出ていれば以上です。軟化 OK というようなこと、形になりますね。はい、これ指に今つけてるのはコンローって言って、よく黒人の方が編み込みするようなね、やつあると思うんですけど、あれ用に使うやつなんですけど、なぜ使ってるかっていうと、右手の小指につけることで、スライスが取りやすいんですね。で、そのスライスをきっちり取るために、使ってます。仕事の効率が速くなります、その方が。で、これ上下に今アイロン揺らしているのは、スイングアイロンって言いまして、まあ、僕が勝手にやってることなんですけれども、毛髪をですねアイロン内でちょっとずらすことによって、水抜きをしっかりしているような感じです。で、そのまままっすぐアイロン入れるよりも、よりですね、毛髪がずれますので、より水抜きがしっかりできる、そして、綺麗に伸びるっていうような形ですね。それでスイング上下にスイングしたり、横にスイングする場合もありますね。はい、まあ、大体最近はね上下が多いんですけれども、で、大体プレアイロンを最初に入れて、やっていくんですけど、今回ちょっとモデルさん毛量が多かったので、まあもういっぺんにいっております。最初はね大体プレアイロンで全体入れた後にですね、こうダブルのアイロンでやるんですが、今回はちょっと時間もないということでですね、いっぺんにもうダブルでいっております。で、ダブルの、なぜダブルのにするかっていうと、1個だと温度が落ちるからですね。大体アイロンの温度がかなり落ちますから、はい、アドストとかのね温度見ると分かると思うんですけども、で、これ毛先に今つけたのがヘナウォーターですね。こちらヘナウォーターです。で、これキトさん使ってまして、これでちょっとウェットしてですねトリートメントをしながら、デジタルパーマを巻いていくっていうような感じになります。まあここはね、かなりそぎがですね異常に入ってましたので、ブロッキングをもう上下取らないでそのまま巻いております。はい、で、この時は、常にですね、ヘナウォーターをつけてですね、ヘナのタンニン、それからキトさんですね、こちらの方を作用していきます。これはハイヤマカシの方で、販売しておりますので、もしよろしければお願いいたします。はい、トリートメント剤としてね普段お客さんに使っていただいております。はい、
で、フェノウォーターでしっかり濡らして、それから巻いていくっていうような感じです。で、熱入れることによってトリートメントの効果が出ますので、まあ、通常コテのローションだったりお客様が乾かす前に使うっていう時に、結構そのフェノウォーターですね、こちら、まあ今販売元がほぼない状態なので、あまりですねこれ類似商品ってまず作れない状態になってるんですよ。なんでまあこれ珍しい商品になります。はい、でこのようにですねデジタルパーマを、巻いていきます。はい、まあ、クリップでね最後止めてはいるんですけれども、はい、で、前髪はでこの前髪のところの中に入れたのが、100均で売ってるですね、カーラーの、中の芯を抜いた状態のやつですね。はい、でデジタルパーマでこちらで80度入れていきます。はい、でですね、2液を今首に、この、はい、2液用のですね、こちらちょっとはめさせていただいて、でここに2液つけた時にたまるんですよね、2液が。この2剤にしっかりですね毛先をロットアウトした毛先をしっかりつけていくことによって、まあ、1剤が残留してますからそれを除去するような形ですね。ここはしつこいほど2液につけていきます。1剤の残留を本当にしっかり取っていかないと、2液の作用が曖昧になってしまうんで、で今度はですねヘナジェルなんですけれども、はい、こちら水をですねちょっと保湿成分が非常に高くてですね、スタイリング前につけると、いいです。でボリュームを抑えること、それからボリュームを出すこと、自由自在に髪がいじれるようになるので、非常にいいです。でまあヘナジェルとヘナウォーターこれ両方使うことによって効果が特に出ますね。はい、でもこれはもう、ドライの状態になってますね。で相当癖が強かったんですが、矯正もきれいに伸びてくれまして毛先にカールが、つきました。で今カットしている状態ですね。これはサイドチェンジといって、イングラを、作っております。はい、で今、カットラインがね結構ひどい状態だったんで、レイヤーをちょっと軽くですね入れ直しているような状態になります。癖の状態がねモデルさんの癖が相当強かったんでその状態で多分そぎをね、すきばさみで横にこう入れてしまったような状態になっててですねかなりベースがひどい状態になっておりました。それを今カットラインをまずですねラインを作ることによって落ち着きますのでもうガイドラインがちょっとないような状態だったんですね。なんでちょっと重さを足すところは足してい、くようにしないと、まあ、状況的にちょっとまずいなということですね。で毛先を切っております。はい、無駄なことはねあんまりせずに、シンプルにやった方が重さも出ますし、はい、前髪もちょうどよくかかりましたのでつなげて、でこれ裏側のテイクセニングって書いてるんですがこちらちょっとお見せできないんですけれどもどういう風に穴が開いてるかっていうのをちょっと見ていただきたいんですね。はい、毛を動かすと本当に分かるんですけれども真ん中がですねない状態ですね。がっちり穴が開いちゃってるセニングね分かりますでしょうかね。でこういう場合に切る方法があるんですよ。で普通に削いでいくとさらにこの毛先がなくなりますよね。ここをつなげる最高の裏技のテイクセニングっていうカット方法があってこれはちょっとこちらの無料の YouTube でお見せすることはできないんですけれどもこれ相当ですね裏技になっております。これができればもう怖いものないんじゃないかっていうぐらいのカット方法です。で世の中で回ってるカット方法では絶対ありませんので、まあ、僕も自信持ってお伝えできる内容かと思っております。でこれをですねテイクセニング入れて
毛量の全体のバランスを整えていくんですね。毛先は一切切らずに量を取っていく方法があります。よくやってるね、枝毛取りみたいな大きいハサミで取っていくのとまた別でですね、これはもうまるっきり違う技術になって、僕もこれ長い年月かけてたどり着いたカット方法なんで、はい、結構自信を持っております。で、ミニモっていうアプリで変身モデルさん募集してますので、はい、画像ない方はちょっとお断りさせていただいてますので、はい、申し込みお願いいたします。ナジェルヘナウォーターもお願いいたします。早山かしごとでした。